ああ、お疲れ様です。はあ、これで映ってんの？私映ってる？聞こえてる？映ってます。聞こえてますよ。少し下がった方がいいですね。え、下がる？はあ、えらい時代になったな。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イラさん、聞こえてる？はい、聞こえてます。はあ、すごい。今、家？はい、自宅です。奥さんとお嬢さんは？あ、娘は今、一人暮らしを。あ、そうか、せやったな。で、妻は今、海外に。え、海外？今、実は短期で語学留学中でして。え、大丈夫？あ、連絡が取り合ってるんで、はい、大丈夫です。元気です。そうか。ほら、一人かいな。寂しいな。まあ。話っていうのは。ああ、はい。じゃあ、早速。実は、うちがネットテレビで番組やらせてもらえることになりまして、そのディレクターを日暮さんにお願いしたく。うまくいけば、レギュラーかも。ありがとうございます。で、どういう。番組名はな、実録珍犯罪ファイル。実際にあった珍しい犯罪をな、再現ドラマにしてお届けするっちゅう、まあそういう番組や。でも今は、いつまでですか？今月中。今月中？はん。今撮影できる状況じゃないですよ。まあせやね、そこでや。エモートで作んね。エモート？リモートです。あ、そうリモート、リモート、リモート。スタッフ、キャスト全員一度も会わずに作ります。一度も会わずに？いや、一度も会わずにはちょっとね、古澤さん、ちょっとそれ、ちょっとね、いや、やっていただけますか。でそんなん受けちゃったの？いや、しょうがないだろう。他に仕事ないんだから。何？手伝えって？今暇だろ。頼むよ。無理、忙しいんじゃん。めちゃめちゃ忙しい。いや、暇だろ、お前だって。何やってんだよ、何なんだよ。お母さん、何してんの？猫動画見てる。え？てかもうこんな時間じゃん。あと先寝る。おやすみ。あ、お母さん、疲れてんね。まあそりゃこの状況じゃな。いろいろ不安もな。まあ後で猫動画送っとくわ。うん。で、キャスター決まってんの？ということでして、完全リモートで皆さんには撮っていただくということになりまして。じゃあ自宅で自分をスマホで撮ってそれを監督に送るってことですか？はい。すごい。できるかな？できます。脚本を読むと私と愛華さんが同じ場所にいるんですけど、これはどうやって？それはですね、同じ場所にいるって見えるように編集します。なるほど。すごい。できんの？できます。いいですか？はい。自分で撮影しながらだと芝居に集中できないんですが。確かに。
そうです、ね、今は緊急事態です。そこは集中してこ。あのこの語り部って誰がやるんですか。それは自分が。ウケる。細田さん、うんうん、細田さん、こんばんは。世にも奇妙な地に犯罪を再現ドラマでお送りする実録奇妙な地に犯罪。今夜は100人以上の自宅に押し入り、住民にあることをした男の奇妙な地に犯罪をご紹介します。男はしばらく女性をくすぐった後、何もせずに去っていきました。そう、男は後に連続くすぐり場と呼ばれる男だったのです。最初に被害に遭った女性は後にこう語っています。最初は恐怖で震えていたが、あまりのくすぐりのうまさに笑わずにはいられなかった。すごーい。まあ試しに繋いでみたんですが。いや、てかこれ大丈夫？玄関のドア逆だし。もうそういうのしょうがないから。あ、でまず愛華ちゃん。はーい。夜に撮ろうか。ああ。でも昼の方が光入ってお肌が綺麗に映るから。あのでも絵が繋がらないから。はーい。で。山内くん、はい、指がすごい入っちゃってるから。すみません。はい。で、くすぐり間にもうワンアクセント入れて個性もさせたくてサングラス変えてみようか。サングラス、うん、今のだとちょっとありきたりだから。わかりました。個性ですね。探してみます。お願いします。で、監督。はい。滑舌悪すぎ。はい、練習しておきます。その後も男は次々と自宅に押し入り、性別年齢問わずなんと100人以上の人をくすぐったのです。こちょ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 。え、お前誰だよ。
何もだお前は。おーい、何入ってきてんだよ。おーい、近づくな。警察呼ぶぞ。おい、まだ死にたくない。やだ。個性的すぎる。サングラスですか？はい。もうちょっと抑えよう、個性。わかりました。で、細田さん。手ぶれがひどいんで、チラフの時に。うん。細田さん。おっちゃん。おっちゃん。手ぶれがひどいんで。もう始まる？細田さん。もう知らぬ時に言おう。神谷君、手に持ってる花束は何かな？会社の送別会帰りだからです。はい。登場人物の背景を感じさせたくて、トールは会社の送別会帰りにこの事件にあったんだ。トールって誰かな？いや、トールは役名です。トールは送別会帰りにこの事件にあった。新しい人生を踏み出そうとしていた矢先だったんです。人生は何が起きるかわからない。そういうことを感じてもらいたいし、いつ何が起きるかわからないんです。そういう現代人に向けた警告のための花なんです、あれは。あの花の色見てくれました？ええ感じ。はい、なんとか。でもやっぱあれやな、被害者の絵が3人では少ないな。え、そうかもしれないっすね。100人をくすぐり倒したくすぐり前で、もうちょいこう次々といろんな人をこちょこちょしてる映画、ガガ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 と欲しいよな。ないや、そうかもしれないっすね。いや、キャストにかける予算が、いや、20-30人は欲しいよな。うん、そうかもしれないっすね。いや、100人くすぶり倒してるやろ。じゃあ、3人言ったらそんなにほんまに余計くすぶったんかな、はい、でもその予算が、はい。SNS で募集しちゃおう。はドラマに使う映像を募集します。こちょこちょされて大笑いしてる映像大募集って、どう？なるほど。うん、どう？いや、でも集まる？いや、集まる。いや、だって俺フォロワー47人しかいないし。いや、もう拡散はキャストに協力してもらおう。ね。いや、やってくれるかな。やってくれる。あ、分かった。もうスマホ出して。スマホ。え、スマホ出してよ。ない。いや、時間ないでしょ。もう今すぐ投稿するよ。いやいや、まずプロデューサー陣に許可取らないと。もう撮ってやる。自撮り映像で作品作りに参加してやー。こちょこちょこちょされて大笑いしている10秒ほどの映像を大募集します。ちょっと私がお手本を見せますね。やめろよ。え、なに？なんで？ちょっとくすぐって、くすぐって。やめ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 て。
たんだけど、日本の話だから日本語でそうだ、sorry ついね、I take again right now、 すぐ取るよ。あ、お母さんこれ後で大丈夫、後でいいよ。ちょっとやめてやめて。ついにお縄となった犯人、一体なぜこんなことを。警察の事情聴取に男は、みんなの笑った顔が見たかったからと答えた。完成だね。うん、てか全然衣装似合ってないけど大丈夫？いや大丈夫だよ。え、流れた。ほ、ま、申し訳ない。実は競合してた他の番組企画が通っちゃいまして、無理して作ってもらったのに申し訳ない。どうですか。わかりました。またリベンジしましょう。はい。でも本番に一回も会ってないん。え？いや、本番に一回も会わんと作った。はい。それじゃあ、また。いや、あの、すいません。せっかく作ったんで、もしよかったら YouTube にアップしませんか。こんばんは。よりも奇妙な珍犯罪を再現ドラマでお送りする実録奇妙な珍犯罪。今夜は100人以上の自宅に押し入り、住民にあることをした男の奇妙な珍犯罪をご紹介します。ないんですけど、仕事しかしてねえよこっちは。何でもやっぱ、お前どんだけ編集したと思ってんの。ありがとう言いなさい。マオはすごい、すごい、すごい、なった。日暮さん、日暮さん、お父さん呼ばれてる。え、はいはい、私やばい展開、ゾンビシアなんか聞こえない。ちょっと音声が途切れちゃってますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。クリスちゃん、みんな結構出来上がってるね。アニメリさん、アニメリさん、どうも。いや、待ってたよ。いやー、やりたくなかった。せーの、バイバイ。やめろって、やめろって。やめてください。結構飲んだね。飲んだね。だってもうこんな時間だよ。いや、ほんとだよ、マジ。ね、見て見て見て、おっちゃん。かわいい、寝ちゃってる。寝てるよ。すやすや寝てるじゃん。
ねマウサ。ん？落ち着いたらあんた何したい？いや落ち着いたらやりたいことたくさんあるんだけど。うんあるよね。うん。いやまずねいやライブ行って飛び跳ねたいでしょ。うん。うん、で、あとは。あとね、あの舞台見に行って感性磨きたいでしょ。うん、うん、それをやってもいい、うん、あとはお笑いライブ行って笑いたいでしょ、うん、で、あとはね、あ、居酒屋でこう朝までみんなで飲みたいでしょ。あ、それで、そのままオールして映画館行って、うん、はしごをしたりとか、うん、なんかこうみんなで、やばいんだけど、なんか急に泣けてきたんだけど。やばいやばい。いやいや、本当に。でもなんか、うん、だし、でもやっぱこう、外を走り回って、うん、映画撮りたいよ。うん。あんたはそれを一番やんなきゃね。うん、でしょ？うん。それだし、こう、そうだね。やっぱ映画館で映画見たい。うん。うん。映画館でね。全部やるよ。全部やる？うん。落ち着いたら全部やるの、それ。わかりました。全部やってやりましょう。うん。あ、やばいんだけど。酔ってるよね。そうだね。うん。ああ。私もうそろそろ寝るわ。寝る？うん。じゃあまた連絡して。うん、連絡する。うん。じゃあね。Good night. Good night. I love you. I love you. I love you だって聞いたいわ。絶対私にやったんだと思うけどね。じゃあ、それそうそうそう。はぁ。うん。私もそろそろ寝るわ。うん。まあ、あれだね。また現場で。うん。はい。グッドナイト。はい。おやすみ。うん。じゃあ、マサ、現場で。